はい、皆様こんにちは。今日はですね、ルンバ両腕の操作3回目ですね。今日のもちょっと難しいです。でもね、1回だけできたらいいですからね、ゆっくり丁寧にね、ちょっとやってみてください。はい、今日も足は右左右左開いて閉じてですが、今日はね、右足がこう動いた時にね、アームワークを入れ替えて左手が上がります。そして、入れ替えて左足動いて、入れ替えて右足動いて、入れ替えて左足が動く、こういうことです。今日はね、手と足反対になりますからね、いいです。よろしいでしょうか。1、はい、2、はい、3、はい、4、これだけです。もう一回いきますよ。入れ替えてこう、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 これだけです。はい、これができたら、今度は、左から行きますよ。左からね、入れ替えてこう、入れ替えてこう、そして入れ替えてこう、入れ替えてこう、もう一回行きますよ。一回やったら休んでくださって結構ですからね。もう一回行きますと、左足から動きますから、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、これで結構です、ね。僕ももうシャ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 やるとね、皆さんもそのシャ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 やってしまういますからね、これぐらいのペースで1回だけ右と左でね、多分ね、私できたと思ってもできてない、最初はできてないと思います。ちゃんと入れ替えて手が動いてるかどうかを、だから最初はゆっくり確認してくださいね。一番最初、もう一回戻ります。入れ替えてこう、手を入れ替えてこう、その時手がこう上のままですよね。そして入れ替えてこう、入れ替えてこうね、この入れ替えてのところを丁寧にやっていてくださいね。そして手はポン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 ですからね。はい、これを左右ちょっと今日3回目やってみてください。よろしくお願いいたします。